皆さんこんにちは、星の子です。今日は今ね、急遽動画を回してるんですけど、今日の動画の内容は生理2日目の一番最悪な日ですね、夜の過ごし方の動画を撮っていこうと思います。やっぱ生理中はいろいろね、肌が乾燥しやすくてバリア機能が落ちてしまってもう大変なことになるじゃないですか。あと気分もこうね、落ち込みやすくって、で眠気があったりとかイライラしやすかったりとか、皆さんどうやって過ごしてるかなと思って、私は気になって、逆に私が皆さんにシェアしてみようと思って動画をまずね撮ってます。なのでなんか共感部分であったり、私は2日目とか特に辛い日はこうしてますとか、コメントもぜひ私にシェアしてください。ということで今お風呂ね、上がって、ちょっと今日は早めにパパッと温まるだけ温まって、体が冷えやすいのでちゃんと体の芯まで温めて出てきました。まずクレドポフォーテのルセラムっていう美容液、これ化粧水前に塗る美容液です。楽天のポイントがたまったので、そのタイミングでポイントで買いました。2回目です、使うの。去年の母の日にも、私の母と義母にもプレゼントしたもので、とにかく張りが出てプルンピンとした肌にしてくれるのでめっちゃおすすめで、化粧水は今日はこれにします。アンプルールのラグジュアリーホワイトローション。もう生理中はお肌が本当に敏感になってバリア機能が低下しちゃうので、あの美顔器とかお肌に刺激のあるピーリングとかもやらないようにして、とにかく保湿にこだわる。であんまりお肌も触らないように、優しくスキンケアねする時も触れてあげるっていうのを気をつけてます。なんか今回はね、生理前いつもこの辺にニキビできるんだけど、できずに乗り切った。あと一つ言っときます。この動画は私が特急で編集して、特急で YouTube アップしようと思ってるので、いつもよりも編集が来れないと思うんですけど、ご了承ください。眠い。化粧水塗った後はオバジ C25 のセラムネオ、これ冷蔵庫で冷やしてるので、冷蔵庫から取り出したら全体に塗ってあげます。これ前回紹介した時に、人によっては結構ピリピリするとか、結構刺激的じゃないですかっていうお声もいただいたんですけど、乾燥して顔向けがひどい時とか、すごく揺らぎ肌の時は確かにピリピリしたかもしれない。使い続けたら毛穴がキュッと締まる感じ、引き締まった感じがすごく実感できたので使ってます。ほうれい線周りとか気になるシワとか、そういったところにもこう元気を与えてくれる感じの美容液なので、私はすごくこれは欠かせないなと思って3本目かなも使ってます。この美容液塗っただけでこうピタッと肌が吸い付く。でやっぱり生理中は特にエイジングケアと保湿大事だと思うから、パックをするようにしてます。今日はファミュのドリームグローマスク PF ハリエイジングケアタイプのものです。使ったらわかるよ、本当にこれはスペシャルケアの1枚として持っておきたい。このシートを取った後、気持ちが救われるほど生理中のくすみとかもパッとなかったことにしてくれるじゃないけど、本当にね素晴らしいマスクなので、使ったことない人はぜひちょっと使ってみてほしい。もうね、液、美容液がたっぷりありすぎて、ありすぎてありすぎてもったいないぐらい、もうめちゃくちゃ薄いプルプルシートがお気に入り。あとはやっぱね、体も乾燥するので体中も保湿します。まだ垂れてくる、ほら。私は絶対にパックをするとき、美容液とかもう肌に浸透させたい成分のものをもう事前に肌に入れ込んだ後にさらにパックをして、成分を肌の角質層まで浸透させるっていう作戦でいつもパックをやってます。絶対に冷たいものを飲まない。冷たいものを息したいところをグッと我慢して白湯を飲んでます。とにかく生理中冷えやすくなるから、お腹も冷やさないようにして温かい格好をしてます。なので腹巻きでもいいし、お腹までグルスパッツとかを履いてます。もうとにかくめちゃくちゃダサい下着を着てます。もう冷えは大敵、絶対みんな冷やさないでね。ネットにも書いてある、生理中に体を温めて子宮の血行を良くすることで生理痛が改善することもあります。だってよ、今日はとにかくめまいがひどい、クラクラする。ほんとちょっと横になろう、ちょっと散らかってるけど、もう肩す余裕なんてないので、キムちゃんちゃんちゃん、キムちゃん、
吸水つくぐらい保水保水保水をしたら、最近とってもおすすめなスキンケアに出会いました。じゃあ私が大大大好きなビアミネラルの4月に発売されたばかりなんですけど、フォトレチのシリーズがこの3つ出たんですよ。これが、アイクリームで、これが美容液で、フェイスクリーム、ビーガン処方のスキンケアなんだけど、肌が蘇る、ハリが出て若々しくなったっていう言葉が一番ふさわしい。で、美容液なんかは本当に肌が生き返る、肌の負担を気にすることなく肌自体をパワフルに目覚めさせ、ふっくらとした張りを取り戻し、しっとり滑らかな肌へと導くビーガン処方のスキンケア。レチノールに代わる画期的な植物由来の独自成分フォトレチノを配合、本気のエイジングケアをこのコレクションが叶えますということです。ビアミネラルコスメも大好きだし、スキンケアとか日焼け止めとか特に大好きなんだけど、このねシリーズすごい感動した。ここ最近のスキンケアの中で一番感動したスキンケアです。で、じゅんくんもこれ使ってから調子いいんだよねって言ってすごい感動していたので、本当におすすめ。生理中のスキンケアはあんまり美顔器とかもやらずに、とにかく保水して肌に負担かけないように優しく肌に触れながらシンプルなスキンケアにするということ、とにかくこだわってます。もうめっちゃ眠いんだけど、てかもう常に眠い、一日中眠い。生理何日目が一番眠くなるかな、やっぱ2日目かな。2日目が多分私はずっと眠いし、めまいもする方なんですけど、とにかく眠かったら横になってちょっと目をつぶるだけでも結構体力が復活するので、目をつぶってで仕事したり家事したり。人ってなんか目をつぶるだけでもなんか回復するらしい。でお風呂上がったらストレッチは毎日するんだけど、生理中の時とかはこの骨盤周りをしっかりほぐしてあげる。あ、ちょっと今インしてる。まあいつもインしてるんだけど、なんでかって言うとお腹を冷やしたくないから、上がるとこまでズボンを上げて過ごしてます、いつも。血行を良くしてあげるとね、下半身のむくみ対策にもなるし、血行が良くなって冷え対策にもなるし、いいことだらけですね。私はこのポーズが一番好きで、これをやると一気に下半身がじゅわっと血行がこう流れていくのを感じて、次の日とかも足がすっきりしてます。これやってみてください。シュール。あと前もものあたりとかこの辺をちょっと伸ばしてあげるマッサージとかストレッチ大事。意識して深呼吸をするようにしたりしてます。なんか深呼吸ってやっぱリラックス効果、その自律神経に関わるみたいで、なのでこう意識して深呼吸とかをしたり、まあね、自分がリラックスしてるなっていう状態を作ってあげてます。はぁ、あ、はぁ、あ、生理中って甘いものを食べたくなりません？普段からそうなんだけど、私は糖類を摂りすぎると肌がすぐに荒れてしまうので、生理中も特に甘いものを我慢するようにしてるんですけど、生理前と生理3日目までは我慢して、生理4日目ぐらいからは我慢した分ちょっと甘いアイスを食べたりとか、最近はアイソフのクッキーサンドアイスハマってて、それが冷凍庫に今眠ってるので、ちょっと落ち着いたら食べようと思って、とそれを楽しみに今は食べないように一応してます。甘いものね食べても肌荒れしない人はすごい羨ましい。本当に良くない良くない。これでちょっと目を疲れさせて寝ようと思います。私は普段から漫画も読まないし、本もね苦手だったんだけど、ほんと今年に入って本読むようになって、なんか普段考えてることが多かったり携帯いじってることが多かったりするので、なんか本に集中できて、そしてなんか本から得れるものがあると頭の中がこうリセットされる気もするし、こう文字を読んで目を疲れさせることで眠りにスッとつけるというか、そんな感じがして、ギリギリまで携帯とかいじんないで本を見て本を読んで寝るようにして
てます。そして最近ね、ベッドに行くと寝れなくて、このソファーで寝落ちするっていうのがルーティンになってきてしまっています。お腹空いてきちゃったからもう寝ます。何の参考にもならないような動画かもしれないんですけど、たまにはいいよねなんかいつも動画で家事やったり掃除したり参考になるようなことを発信したりしてるんだけど、こういう裏側もいいかなというか、もう私も一人の人間なのでこういう日もあるよというね動画でした。実は洗い物もしていません。夜ご飯もそば茹でてホッケと昨日の残り物のおかずで済ませただけだし、無理しないことが一番です。いろんなことに手を抜いてダラダラと過ごすといいと思います。皆さんも生理辛いと思うんですけど、頑張りすぎないでください。ということで、ただただそれが伝えたかった動画でした。バイバーイ、おやすみなさーい。眠い眠い。